出てみて、はい、ちょっと私あのすんごく会いたい人が会いたい人、はい、そこかなと思います。その駐屯地出てこの目と鼻の先の、うん、山口基本これね、はい、なるほど、はい、ちょっと行ってみます。ちょっと、はい、ここにいらっしゃるんですか。はい、というのをちょっと噂で聞いて。なんか同期とかそんな感じですか。いや全く初めて会う今回初めて。おお、七本だけの建物なんですね。はい、なるほど。ということで、はいはい、私のお会いしたい藤山さんにお会いすることができました。おはようございます。おはようございます。お忙しいところ。でちょっと牛山さんなんかシャイで、うん、こうあまり喋れないということで、うん、あのちょっと遺体事務官にですね、あの翻訳していただこうと思って、はい、お願いします。通訳をね。でまず牛山さんは山口地方協力本部の会員。そうですね、牛山さんはあの人柄式広報官として、はい、あの自治体だったりですね、はい、いろんな官邸広報だったりで、はい、一応出たの出演してもらってます。すごい。はい。レンジャー。そうなんです。実はレンジャーの資格を。おお、はい。すごいですね。輝いてますね。すごいですね。年齢とかは。年齢は一応非公開で。非公開。秘密なんですね。はい、個人情報ですか、ね。個人情報で、はい。なるほど。好きな食べ物とかはあるんでしょうか。好きな食べ物はマヨネーズが。マヨネーズ。食べ物。単体で。単体で。特徴とかあったら、特徴ですか。グラブを軽々片手で持ち上げるできる。おお、怪力マンじゃないですか。そうなんです、ね。あとは牛山さんの普段の活動は何か SNS とかで。そうですね、 SNS 基本 SNS で登場してたりとか、イベント、各イベントとかですね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。